だもうこっからはちょっともうジンの帰りがひたすら爆死していくシーンを流すことになるかと思います。いやいやいや、もう殺させないよ、大丈夫。言ったね、うん、誰かさんと違ってこう人体実験みたいに人を爆発させていかないから。実験はしてないから、うん、俺そんな兵器ないからね。そんな兵器もないか。いやー、ああ任せてほしい。3分ね、3分いきますよ、任せてほしい。ああ、まあでも運ゲーなんよな、モジュールによるから。それはそう、それはそう、3つだから。うん、どこで行く、ワイヤー、赤白白、3本、赤白白、赤白白、白、最後の白。オッケー、次ひし形、ひし形、黄色が光ってる。あ、違う、ごめんなさい、違う、はい、緑が光ってる、緑が光ってる。シリアルナンバーに母音が含まれてますか？ある、ある。で、緑が光ってる、うん、じゃあ黄色を押してください。黄色、オッケー、はい、緑、青、緑、青だったら黄色、赤やるね。うん、緑、青、黄色、黄色、赤、緑やるね。まあね、緑、青、黄色、赤、黄色、赤、緑、青、 OK、 解除。まあね、次3つ目、ひらがな、ひらがなでどうって書いてある。うわ、ひらがなでどうって書いてあるのね。うん、はてなない、どうって書いてあって、はてなない、探して、はい、探して、左上、左上、そうそうそう、あ、そうそう、探して、早く探して、早く早く早く、なんで見つけたの。OK、 今から言うのあったら押して。はいよ、OK のカタカナない、右の漢字ない、のひらがなない、真ん中ない、最初押した、よし、次、はい、ディスプレイ導く漢字一文字、導くで、一番右下の文字は最初、あー最初、残りない、 OK 押した、よし、いけるんじゃないか、いけんじゃない、最初、最初って書いてある、最初、 OK、一番右上、準備 OK、 準備 OK、 そうない、 OK ない、何あった、おお、ほらいけたじゃん、いけたわ、いけたじゃん、そういうことなんよ、これがマニュアルの読み方よ、かえで、いや、こういうことなんだから、いや、結構時間かかってませんでした。いやいやいや、でもここクリアできたんだから、まあ確かにね、いや、ね、結構急いで急いで言ってた気がするけど、あ、急いだね、あ、いやでもできたな、いいな、ちょっと悔しいな。残り時間22秒21、22秒21、あ、まあまあいいんじゃないですか。トシアイズムの記録、残り時間 15.95 秒なので、一応、ね、おや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 、一応ね、上を行ってますね、これ。おお、ズムさん、レンさん見てる、まあ、そんなわかりやすく煽らないでいいから。え、どうしよう、え、どうしよう、え、次行っちゃう、今何時、今、あ、どんなもんだったっけ、配信ちょうど1時間ぐらいですかね、どうすか、やります、あ、50分ぐらいかな、今、なるほど、あ、まあ行きましょう、行きましょう、行く、じゃあセクション3に進んでいきます、うん、中程度って書いてある、いいですね、セクション3の1、隠されたメッセージ、肝心な情報が見えづらくなっていることもある、爆弾解除では致命的な問題だ。そんなことある、うーん、どういうことだろう、5分で3モジュールだから割と簡単に見えるけど、簡単じゃん、うん、まあ行きますか、スタート、何食ってんだい、イカの姿揚げ、
あなた説明しなきゃいけないのに。いやいや、これからだから、まあね、栄養取らないと。コード6本、はい、黒赤青白3本。シリアルナンバー最後奇数？奇数。3本目のワイヤー切っちゃってください。オッケー。そういうことよ。これいくか。ディスプレイとボタン、ディスプレイに3 3 1 4 2、3で3142、3で3142、3で314押してください。オッケー。次、はい、3で3421、3で3423押してください。オッケー。次、2の3214。ごめんな、ディスプレイが22ね。4押してください。うわ、何、ええ、ちょっと、ちょっと待った。なんか暗、え、明かりが消えたんですけど。明かりが消えたらだって見えじゃん、爆弾。見えないよ。次、4で1342。そういうことか、見えなくなるって。4で1342。カジア今4問目。あ、1番目のボタン押して。はい。あ、オッケー。あ、しゃ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 。ラスト。あ、そういうことか。よしよし。2の3421。2の3421。あ、3押して。オッケー、ナイス。よっしゃ。じゃあこれか。3つ。新しいモジュール。オッケー。なんかディスプレイにアルファベットが5文字書いてある。送信ボタンがある。送信。アルファベットが5文字で送信？アルファベット5文字表示されてて、上下に。なんか送る。オッケー、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 オッケー。はい、何書いてあるか読んだ方がいい？読んで。PWDOC。PWC。DOC。DOC。ヌゾースじゃん。すぐ分かったわ。PWCOC。PWDOC。DWCOC。 違う、 PWDOC。 PWCOC。 これフォネティックコードで言った方がいいの？ PWCOC。 上下にボタンって全部ついてる？全部ついてる。むずこれ。そうなん。じゃあ飲むか。W 回してって、うん、L ある？ない。 L ない？ない。 O は？ O 回してって L はない。あ、ごめん。左から2番目回してって、うん、O ある？ない。これ、P 一番左を回し、はい、回してって何があるか読み上げてってもらっていいですか？ O R A G B P。 O R A G B。 A にして。 A にした。左から2番目 B にできる？左から2番目を B？ B できた。 B。 左から3番目 O にできる？できた。左から4番目 U にできる？できない。 U にできない。これむずくない？いやいやいや、何これ。いやこれむずいな。あと送るだけだから、あと早く早く早く、あとこれで終わりよ。これで終わりだけど、あと28秒しかないんだが。P はあったんだね。 P はあったから、P はあったけど、 P はあって、でも2番目 L も O もないんでしょ？2番目 L も O もない。 L も O もないんだよね。ない。
あああああ、じゃあごめん、左から2番目。いや、謝るんだったらあの世で謝ってほしい。いやいや、終わった。あ、終わったね。カジヤ、ちょっと、ね、いい調子で言ってたのに何をしくさるんよ。いや、これさあ、これはね、難しいっすよ。本当に？いや、もうちょっと楓さんがマニュアルを読んでた時代とは違うんすよ。まあ確かに。今時代が違うんすよ。今。時代はともかく、まあページは違うというか、まあ違うけれども。時代が違うんすよ。ちょっと。いや、それにしたって、もうちょっと伝えようあるじゃん。なんだ今の。いや俺もさ、試行錯誤してどうやったら解除しやすいかなみたいなことも考えながらやってるからね。ただマニュアルを読み上げてみたいなこととは違うんですよ。言い訳だけは上手じゃん。いやーちゃうんすよ。分かった。もう次この問題来たら、もう上手に解除させてあげるよ。OKOK。 もう分かったから。 OK。 じゃあもう一回いく。もう一回やろう。ちょっとフォネティックコード出しといた方がいい。フォネティックコードって何？え、A のことをアルファっていうやつ。やめよ、余計わからん、マジで。余計わからん、ね。リトライ。OK。いいよ。スヌーズ押すか、スヌーズ。そう、なんか急にアラーム鳴るんですよ、こいつ。え？で、電気。あ、こっち、裏か。びっくりした。あ、新しいやついこうか。なんか、OK。なんか、3.5MHz みたいな。書いてあって送信ボタンがあるやつ。はい、トントン2だ。オッケー。はい、何トントン2って。なんかモールス信号みてえなもんなんですけど。あ、これのことじゃ。ツートントントンかな。ツートントントンね。ツートントントン。うん、ツートントントン B だな。ツートンね、なんか違くね。嘘。スートントントン、いや合ってんな。スートントントン、え、なんかまだあるな。スートントントン、多分スートントントンのスーツーツーツートントントンツーツーツースートントントンツーツーツースーツーツーが分からんな。あ、わかった。ツートン。トントントン。ボボボ。あ、オッケー。3.565MHz に合わせて。はい、合わせた。で、送信。え、いいの？あ、ほんとだ。いいなんで？こういうことよ。任せてほしい。白いボタンに、違った。黄色いボタンに中止。黄色いボタンで中止。あ、急に戻るじゃん。そりゃそうよ。こっちは命かかってんだから。黄色いボタンで中止ね。うん。じゃあ長押しして。はい、赤赤。じゃあ1が表示されてるときに話して。うん、次ひし形。ひし形、オッケー。オッケー、ひし形。青が来てる。青が点滅してる。シリアルナンバーに母音は含まれていますか？ジャストタイミングで今明かりが消えた。ちょっと読めない。ちょっとライト、ライト、シリアル。こういうところで、なるほどね。あ、なしなしなし。なしね。うん。母音がないので、で、青が点滅してる。青点滅。はい、じゃあ黄色して。黄色、オッケー。はい。青、青。ってことは黄色か。黄色、黄色。青、青、赤。黄色、黄色、青。黄、青。青、青、赤、黄。黄、黄、青、赤。いいね。まあね。まだだ。青、青、赤、黄、黄。黄、黄、青、赤、赤。お、タララッタララッチャッチャン。こういうことよ。こういうことなのよ。あれモールス信号難しいない？モールス信号、モールス信号でも意外とよ。そうな、意外とか。モールス信号とトントンツートントンみたいなちょっと予備知識があったからあれだったわ、できたわ。
トントンツーはみんなしてない？ツートントンツーみたいな、ツートントンツートン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 ツーみたいな、なんかそういう、そういうニュアンスでもう分かるから。分かんの？え、全然分かんないけど、そうか、すごいですね。トントンツーだから。よし、オッケー、クリアです。5分のところ、残り時間1分55秒。うん、なるほど。プレイヤーアンギョさんの残り時間が1分36秒ということで、また上を行ってしまいましたね。まあね、あっちゃそういうことなんだよな。申し訳ないな。そうなんですよね。いやー、なんか、あれあれあれすごい、本職にしなくっていけるよ。でもこれ。食ってか、これで食ってか。私でも、いや、まあいいけど、私マニュアル係がいいな。いや、いや、それはあのざまじゃん。いや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 、そんなことない。あれはさ、カディアさんの経験値が足りてなかったからよ。いやいや、じゃあ、まあ、適材適所よ。俺はこうトークでマニュアル読むのが合ってるわけだから、やっぱり適材適所でいい。そうかな、なんかすごい不安なんだ。いやいやいや、初めてのこの モールス信号を解いたじゃない。まあ確かにそれはすごかった。でしょ？正直何やってるか全然わかんないんですけどね、こっちからだと。あれや、モールス信号を送ったのよ。おも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 、まあいっか、次か。じゃあ3-2、何かが違う。このワイヤー何かが違う。この爆弾爆発しそうだ。もう怖いんだけど、もうなんか怖いんだけどダメな気がする。何かが違うとか、5分で3モジュール、はい、運ゲーかな。ダート、運ゲーか。じゃあワイヤーからいこうよ。うん、うん、ああ行くか。まあね、よしやるぜ。さあ明かりをつけろ、明かりをつけろ。なんで黒いと暗い。ひし形、ひし形。え、あー、もしかしてそういうこと。赤ついてる。シリアルナンバーは母音なし、母音なし。赤がついてる。じゃあ青、青、いいね。赤、赤ってことは青、青、そういうことよ。分かってんじゃん、分かってんじゃん、もうマニュアルの必要ないじゃん。青、青、赤。覚えちゃいそうだな。青、青、赤。赤、赤、黄、黄。青、青、赤、赤。そうよね。あ、解除できちゃった。まあね。次、ワイヤー6本。Okay. 黄色3本、黒2本、白。黄色3本、黒2本、白。これなんだ。あ、そうですだ。さあ、うるせえ。時々アラーム鳴るんですよ。あ、なるほど。え、黄色3本、赤2本。黄色3本、黒2本、白。あ、じゃあ最後のワイヤー切ってちょうだい。ナイス。次、新しいモジュール。左側に123って書いてあって、右側に ABC って書いてあって、そこになんかワイヤーがつながってる感じ。123ABC ワイヤー、123ABC ワイヤー。あ、結構でケーブルが 1B、 1から B に青色、2から C に黒、3から B に赤。これなんか俺違うの見そう。123ABC で、うん、もう一回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 ごめん。123ABC で1から、うん、1から B と2から C と3から B、 から C。 うん、すごいな。うん、1から B。1から B で何色？青。青。うん。2から C 黒。2から C。2から C 黒。C、ちょっと待って、2から C。2から C 黒。そんなに大変なんだ。あ、OK、はい。3から B 赤。3から B 赤。3から B で赤。うん。大丈夫そう？ねえねえねえ、時間あるんですけど。いやこれ、え、青いワイヤーの出現回数、1から B で青よ。1から B で青だよね。青よ。ちょっと、ちょっと、急いでどうすんの。もう、その1から B の青をさ、おなんか上下に矢印あるよね。あるね、そういや。ちょっとパネル、その矢印を押してもらっていい？
上動かない。下は？下2回押したらブーブーって言われた。そしてバッテンが2つついた。次間違ったら爆発するんですけど。話が違うじゃん。変わってない？あの色とか。色？何も変わってないが。何も変わってない。1から B で青なんだよね。うん。どうしたらいいのこれ。それ B 切って。1B を切んの ？1B 青切んの ？1B 青切って。切れたわ。変わんない。何も。特には切れたけど何が変わんの？何が変わんの？パネルが何枚かな。ぶつくさ言ってる人がいるんですけど。もうしょ。時間。あ、ちょっともう40秒切ったけど。早く。ハリ。じゃあ次に2からは何が伸びてんだっけ？2C黒。切ることしかできないのかな？2シー来るよ。あと3ビーやからよ。回数って何？知らんがな。ほんと、ちょっとマニュアル担当でしょ。ちゃんと読み込んできて。もう時間ないんじゃない、これ。あ、それ切っていいよ。もう、2番目の。切る間もなかったんですが。ちょっと待って。ちょっとこれ、熟読していいか？どうぞ。そんな難しいんだ。この仕組みは謎が多い。こういう優れた構造とか、9本のワイヤーを管理するだけなら、アフロで済んでればいいですけど。この種花火になってますよ、私。ワイヤーが取り付けられたパネルが何枚か内蔵されているが、1枚ずつしか表示されない。ボタンの次のパネルで上から前のパネルを表示する。現在のパネルで切るべきワイヤーをすべて切ってから次のパネルへ進むこと。すべて切ってからってどういうこと？赤いワイヤーの出現回数。このワイヤー何かが違って、そういうことか。何が違うか分かんないけど。でもこれ、どういうこと？言ってる意味が分かんない。分かる。その気持ちは分かる。とっても分かる。でも理解できるから。これ蓮魚さんクリアしてるってこと？してる。理解できたんだ。じゃあこれ、いや、もしかしたらあのほら、今回もモジュール3つだから、だから運ゲーの可能性。いや、でもどうかな。何かが違うって言ってるから、このモジュールは必ず出てきそうな気はするな。どういう、ズムさんが天才だった。本当？本当に？あの人がまともに伝えてる絵が出てこないな。じゃあ多分あれか、まあねとかそんな感じで終わらせそう。ズムさんがまあねとか言ってと言ったけど、だからズムさんしか分かんないわ。ズムさんみてえな脳の人しか分かんないんじゃないこのなんか日本語おかしいし、これこれあれじゃない、もう分かんないから運魚さんが勘で切ったとかそういう話じゃないの。あ、そういうこと？感覚の問題だった。うん、単独プレイで切ったみたいな。5人とも天才でしたねって綺麗なおしにしてほしい。だ、1人誰なんよマジで。いつも1人加えないでほしい。もう1人誰よ。仲良くしていきましょう。バカねさんか。仲良くはしていきたいんですけど、ただ5人目は一体っていう。これマジで意味わかんないな。そんなに。出現回数っていうのが意味わかんない。矢印押したらブブーってなったんだよな。で、上は動かなくって、下押したらブって言われた。下押したらブーだもんね。うん。上押したら動かないのはでもわかった。上押して動かないのはわかった。で、多分さっきのやったら下行けたのかな、多分。ワイヤーを切って動かすみたいな感じなんですかね、じゃあ。多分そう。ああ、うん、そういうことか、そういうことか。本当に？